発生生物学は、多細胞生物の個体発生を研究対象とする生物学の一分野である。個体発生とは、配偶子の融合から配偶子形成を行う成熟した個体になるまでの過程のことである。後期には、老化や再生も含む。この分野は、言ってみれば、カエルの子はカエルになる理由を、その経過を追うことで知ろうとするものであると表現された。他方、その理由を原因から調べようとするのが遺伝学であり、両者は裏表とも言える関係にあるが、この両者が結びつくようになったのは20世紀後半以降のことである。この分野は古くは発生学と呼ばれていたが、現在ではより広い意味を持たせた発生生物学という名称で呼ばれている。発生学では、ウニなどの胚の発生を観察し記載することを主としていた。これは技術的な限界により研究対象が大きくて透明な卵に限られていたためであるという。また、多種生物間での比較を主とする場合は比較発生学と呼ばれる。この分野は19世紀には比較解剖学とともに進化論を支える根拠となった。その後に移植などの操作を行う実験発生学と呼ばれる分野が発達してきた。近年になり、分子生物学や遺伝学、細胞生物学の手法、知見を取り込みながら発展し、研究対象は多様な生物種、発生過程に及んでいる。多様な生物の発生生物学的知見が蓄積され、それらを比較することにより進化を探ろうとする進化発生生物学も盛んになっている。現在の発生生物学研究では主にモデル生物を用いて研究が行われる。動物全般のモデルとしては、ショウジョウバエと線虫が、脊椎動物レベルとしては、鶏、アフリカツメガエル、ゼブラフィッシュ、メダカなどが、哺乳類のモデルとしてはマウスがしばしば用いられる。植物では白イヌナズナが最も有名。発生生物学の知見は、医療や農業の分野で発生工学として応用される。傷や欠損した器官の復活を再生という。再生は発生とは直接の関係がないが、その中では細胞の分化の過程があり、発生における現象に近い側面があるため、発生生物学の領域に含まれる。古代ギリシアからすでにヒポクラテスやアリストテレスなどによって、鶏の胚を用いた研究が行われていた。アリストテレスは他の動物についても観察しており、動物史Historia animalium、動物部分論でPartivus animalium、動物発生論でGeneratione animaliumなどにその考察を見ることができる。この時期に発生の原理について前生説と後生説が起こる。アリストテレスは後者に立ったが、これは少数派に属し、長く前生説の方が力があった。これは卵の概念に混乱があり、昆虫のさなぎや植物の種子も卵と同一視されていたことも大きい。ウィリアム・ハーベイは哺乳オモリの発生初期を観察し、卵を発見することはできなかったが、その存在を確信し、すべては卵からとの語を残した。しかし、生物研究に顕微鏡が使われるようになっても、長く、これが発見されることはなかった。精子の発見は、前生説論者を卵子論者と、成虫論者に分けることになる。発生過程の研究は、顕微鏡観察が行われるようになってから発達した。発生初期の観察には、細胞レベルの観察が不可欠だからである。特に、無脊椎動物の各群の発生に関する知識の集積から、動物の発生における基本的な型があって、多くの動物の発生には共通した特徴があることが分かってきた。この分野、ないしその流れを比較発生学と言い、19世紀に成立し、比較解剖学と合わせて比較形態学と呼ばれた。それらをまとめて、そこに進化的な意味を見出したのがエルンスト・ヘッケルである。彼は各群の動物の発生が、その動物の辿ってきた進化の過程を簡略化したものになっていると考えた。このことは個体発生は系統発生を繰り返すという表現で知られており、これを反復説という。細胞説の成立は発生学に多大な影響を与えた。すぐさま、卵や精子が単一の細胞であることが確認され、ここに初めて細胞数の増加と、その配置や分化という発生の基本的な仕組みが理解されるようになった。18世紀までは、生物の体はあらかじめ完全な形で形成されているという前世説が有力であった。顕微鏡を作成したレーウェンフックは様々な動物の精子を観察し、精子の中には完全な形をしたホムンクルスが入れ子になっているという前世説を支持した。これに対して、ボルフは1759年に鶏卵にて、器官の元気が小さい球体として生じる詳細を説明して、最初から器官の形が存在するわけではないことを明確に述べた。これが構成説の成立とみなされる。その後19世紀には構成説がほぼ認められるようになった。実質的なこの分野での発展は、ヴィルヘルム・ルーによる実験発生学によって始まる。ルーは発生の各段階の胚に、様々な刺激を与え、それによる胚発生の変わり方を見ることで発生機構を解明しようとした。例えば、彼の実験で有名なものに、カエルの卵の2細胞器に片方の角球を加熱した針で殺すというものがある。その結果、残りの角球は発生を続け、半分の形の胚ができた。このことから、彼は第一卵割の時に、肺の左右の分化が起きると結論付けている。この実験は、角球を取り除くと完全な肺が生じるため、この結論は正しくないが、このような方法で発生の仕組みに迫ろうとしたものである。なお、彼の研究は、主として、バイスマンの生殖細胞質連続説に関わりが深い。この説は、遺伝子のようなものが、親から子へと生殖細胞を通じて伝わるという、遺伝の説という側面と、その中に含まれる決定要素が卵割によって配分されることで個々の細胞の分化が決まるとする発生論の側面があり、ルーの実験はその頭皮を確かめることを目指した。彼の弟子であるハンス・シュペーマンは、彼の手法を推し進め、肺の切断や縛ることによる分断、肺の一部の交換移植などの技法を開発し、様々な実験を行った。その中で、ヒルデ・マンゴルトとの研究を通じて、イモリの胞胚から、原腸胚初期の腹口の上側を、他の胚に移植すると、本来の胚が作る頭とは別に、移植した組織を中心として、第二の頭が作られることを発見した。このことから、彼は、その組織片が、周囲の組織に働きかけ、表皮から、神経管を作らせる能力があることを見つけた。彼はこの部分に形成体という名を与え、その働きを誘導と呼んだ。その後、誘導があちこちの組織でも起こっていることが分かり、誘導の連鎖によって動物体が作られてゆく仕組みについて詳しい研究がなされるようになった。なお、誘導がどのような機構によるものかについての研究は、まず、形成体の働きがそこに含まれる物質によるものであることが示され、それが、どのような物質であるかを解明する方向に努力が向けられた。しかしこの時期、生体内の化学物質への理解、特に分子遺伝学が未発達であったために成果が上がらず、ひとまず努力は放棄された。1969年にニューコープが中胚葉誘導を発見し、その機構の研究が始まった。動物の発生は、細胞を単位として考えると、卵割から胚発生の間に、個々の細胞がどのように分化してゆくのかの過程とも取れる。上記の誘導現象などは、それが具体的に姿を見せたものと言えるが、当時はそれ以上追求する方法がなかった。細胞の分化がより単純である例として、いわゆる細胞性粘菌の黄色玉ホコリカビがモデル生物として選ばれ、世界的に集中して研究が行われた時期もあるが、これは一般化できる成果を上げ得なかった。その後、動物の中で最も分化の単純そうなものとして、線虫類のC.エレガンスが選ばれている。ありがとうございます。